優勝戦6号艇の西原明夫選手です。よろしくお願いします。お願いします。準優勝戦は4コースからの攻め、道中追い上げて3周2マーク外を回って2着に浮上という形になりました。今節の足の仕上がりなんですが、いかがでしたか？そうですね、最初からまずまず言ってたんですけど、はい、準優が一番良かったと思います。はい、近況上昇機を手にされて、しばらくの間はプロペラは触らずに行こうかなとおっしゃってました。はい、はい、そして予選最終日、ここでプロペラを叩いたとおっしゃってましたね。そうですね、はい、はい、昨日、今日と叩きました。はい、はいはい、具体的にはこの辺りが来たなというのはありますか？どんなですかね、全体的に底上げできたと思います。はい、最初は係以外はいいんだけどなとおっしゃってましたけれども、はい、そうですね、まだ頼りないですけど、序盤に比べたらマシになりました。はい、3周2マークを回ってからぐっと、ね、前に行きました。はい、では優勝戦に向けてはもっと引き出しておこうという感じですか？そうですね、もう枠も枠なんで、はいはい、もうちょっと欲張っていきたいです。はい、6枠なんですが、コース作戦面はいかがお考えでしょうか？まあ枠なりだと思います。はい、はい、外からズバッと展開をつけるようなイメージで。そうですね、そうなればいいですけど。はい、わ、はい、かりました。今年はこれが2回目の優勝、昨年は6月の丸亀で初優勝も飾っておられます。それ以来の優勝がかかる一戦です。ファンの方に一言お願いします。そうですね、精一杯頑張ります。